皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年公開の、ザ・バットマン。現代、ザ・バットマン。監督はマット・リーブス。脚本は、マット・リーブスとピーター・グレイグ。主な出演は、ロバート・パティンソン、ゾーイ・クラビッツ、ポール・ダノ、など。バットマンとして犯罪との戦いを始めて2年目のブルース・ウェイン。ある日、ゴッサムシティの権力者を標的にした、連続殺人事件の犯人としてリドラーが名乗り出る。ブルースは、自分の両親の過去につながるゴッサムシティの腐敗を明らかにしていく。というストーリー。他の作品とのつながりがない独立した作品で、世界最高の探偵やノワールという、バットマンの原点回帰とも言える良作。ノーラン監督が3部作で確立したリアルな世界観をさらに推し進め、バットマンのコスチューム以外はスーパーヒーロー的な要素は皆無。特にリドラーの描写は秀逸で、ダークなブルース・ウェインもいい。セブンのようなサイコスリラーとして楽しめ、ファイトクラブ、ソウ、ゾディアックを彷彿とさせるシーンもあり。ということで、評価は。サムザー。